こんにちは、みゆです。本日は埼玉県にある秩父国際カントリークラブさんに私のお友達のマリカと一緒にやってまいりました。マリカです。森ちゃんの今レッスン受けてて、で、まあ、いよいよやっぱちょっとラウンドの回数やっぱ大切かなと思ってラウンドしてもらいたいと思いますんで、はい、お願いします。めっちゃ綺麗です。本当だ、桜すごいですね。綺麗、今めちゃくちゃいいんじゃない。ちょうどね、もうこったらあれだよね、もうピークちょっと過ぎたぐらい。そうですよね、3月下旬だから末ぐらい。はい、うん、ここもやばいですね、さっきと同じぐらいの打ち下ろしですね。すごい、右になんか逸れちゃった。あー、でもここは残る、残るは残りそうな、残りは残りそうなんですけど、でも打ち上げなんですよね、ちょっと多分、うん、え、上げ、あのセカンドが、左見抜かないとすごい距離残っちゃうみたいな。写真撮っとこう。あんまりか言ってない。すごい、どこ行っちゃった、ちょっとね、左、まだ落下。あー、カート道の左、ラフ、うん、多分あのラフのどっかだと思う、ボテって言ってるから。え、でもめちゃ豪快よ、球が全然見えなかった。でもね、すっごい 高かった。天ぷら気にあったの、うん、そうかも。もうみんな苦戦してますね。よいしょ、うん、大丈夫、真ん中、おお、ナイス、ありがとうございます。ありがとうございます。マリカちゃんも会って、あのオレンジね、前の、150ヤード以上あるので歌で、そっちか、まあまあまあ、フェアウェイ上なんで、ラストのところから OK です。6番アイアンで140、150、うわ、ちゃんたー、盛大に、え、頑張れ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 、うん、うん、頑張った、でかい、これ何ヤードなんですかね。マリカ、ここで止まって。57、60です。ありがとう、ピッチングで行きます。ナイス、よしよし、やった、ピン当てたいですね。登らない。なに。いいタッチ。うん。惜しい。今日止まんないね。ナイス。わかりません。あ、バカ。次。オンパーしちゃった。くそー、くし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 、前半9ホール目で、あ、ちょっとだけど今日はスループレーだから、あ、そう、待たさない9ホール、うん、結構大変です。いいねってなりそうで、うん、みゆちゃん YouTube 出だしたじゃないですか、はい、どう、見ました、見ました、どうでした、うん。よそ行きの顔してるなぁか。いや、でも自分もっしょ。
いざ出てみて、いざなるよ、いざ出てみて自分の通りにはちょっときついかなってそうなんですよ、きついですよ、うん、普段どんな話されるんですか、こういうゴルフの時、まあゴルフでもいいし2人でなんかこうご飯とか食べてる時とかこの前2月の頭だっけ、あれゴルフ行こうとして風邪ひいて、あーあったね、あったね、あってないのに同じタイミングで風邪ひいてて、同じ症状の風邪ひいた、うん、でその症状をうち、いや話しながら打ちっぱなしでゲラゲラ笑ってね、そうなんか鼻の奥がなんかに違和感を感じるなんか鼻水が詰まるんじゃなくて、なんか鼻の奥に違和感あるんだよねって言ったらえ、マリかもみたいな感じになって、こうずっと会ってなかったのに、だからこう菌を共有し合った感じでもなく二人で鼻の奥が、だからチクナイン買ったんだよね、チクナインを、チクノっぽいのかななんて話になって、チクナイン買って、まあ、疑惑だったんで、なんか一瓶買うまでもいかなかったんでシェアしました、チクナインのシェアしました、30歳チクナインシェア変な NG ないんすよね。あ、ないんです、多分。恋愛の話とか振っても大丈夫ですか。あ、恋愛の話はなんかあんましないですか、2人でそういうの。いや、しますよ。まあするんじゃないですか。おあのする何しとっけしょうもないイケメンがどうの結構下水よね、なんかいや、そりゃそうだよね、そういう話を聞きたかったんだけど下水なんか、なんか、うん、そうだよね。え、ちなみにどういうタイプが好きなんですか、マリカちゃん。私はあの王道にモテる人が好きですね。あ、誰からも本当に誰からもモテるってこと。もうモテそうな人が、うーん、誰が見てもかっこいいよねっていう人が好き。顔は、外見はそんな感じ。そうそう、中はどういう感じ。あの距離感詰めるのが上手なモテそうな人が好き。あ、うまい人とかですね。確かに遊びにいいやん。それはみゆちゃんは。私は何だろう、頭のいい人が好きです。うん興味あった、興味なかったでしょ。いやほら今日さ、ラウンドこの撮影する前にさ、うん、僕の好みを言ったらさ、嫌いなタイプだったって、本当に見る目ないわ女の子のって、もう朝から地雷踏んだんですよねこういう子が好きだよって言ったらなんか、ってそう、いるよね、こういう男の人っていう。ダメです、はい、山田さんはそうです、そうなんですよ、引っかかります、そういうのはダメです、ダメです。外見どんな感じの人が好きなんですか。外見はどっちかって言ったら痩せ型よりはちょっと滑腹があった方が好きですね。ちょっと太ってるか、顔は本当何でもいいかもしれない。割と本当に何でもいいです。全然頭が良さそうでしっかりした体型とか。そうです、お腹が出てる人がいいです俺出てるけど合わない、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 逆だから、逆、逆だからここ短いですよね、パー4で何ヤードぐらいですか。190、めっちゃ短いですよ。マリカちゃんやばいじゃんね、190ぐらいだった。みゆちゃんさっき打てば、うん、私はちょっとどうしましょうか。うん、今グリーンでわちゃわちゃやってる感じはしてます。わちゃわちゃやってた。うわ、これ右行きたくないから右の方に行きます。なんか難しいね、なんかどこを狙っていいのかわかんないよ。あの木狙うか、うん、な白い小屋が白い棒見えない結局ダメ、ありがとう。やると思ったあれ危ない危ない危ないやった好中の幸いいや今日やってなかったのにな、ずっとまっすぐことを願って。そうね、はい、お、あ、来た、巻いた巻いた、残ってるかどうか。左は多分残ってる、トゥービーというふうに思うんだけど、
以上。うん。よし、ナイスナイス。いいぞいいぞ。走った後が。ちょっと顎にやられましたね。うまい。でかい。振りすぎました。悔しい。綺麗に上がったのにな。片足の弱点だよね。はい。片足の弱点だよね。それ以上触れないもんね。いやー、バランス崩すからね。ちょっとでもまた片足で。よし。おお、方向違う。ナイス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 。OK です。うわ、うん、はい、もう一回。はい。もうはっきり分かっちゃうからさ。でもいいですね、分かりやすい。確かに。いや、ちゃんと入れてくださいね。その中に入れればいいってルールじゃないんで。もちろんです。じゃあ9ホールお疲れ様でした。お疲れ様でした。後半もお願いします。はい、頑張りましょう。鳥叩いちゃった。